皆さんこんにちは森崎アリスですはい、えっと今日はアリスちゃんっていつもどこでお洋服買ってるんですかっていう質問にお答えしたいと思います <laughs> はい、えっと太ってる時もそうなんですけどまあ今も太ってるんですけどあの105キロあった時も今も同じところで買い物はしてますで、それは、えっと原宿の竹下通りにある あのボディラインっていうお店なんですけどそこは結構ね幅広くて、えっとまあ、M サイズもあれば 7L とかもすごいあの全然幅が違うあのサイズまで取り揃えてたりとかするのであのボディラインの結構 7L とかって。 こ,こおっぱいがちっちゃかったりとかする時あるからあの私 3L だから 3L って言ってても入んないこととか結構あるのでそこは気をつけてちょっと大きめののの子はああ買った方がいいいと思いますあの私も、えっと、一番太ってた時がえっとあれで 3L なんですねあの 3L とか 4L ぐらいだったんですけどあのそこのショップの制服を持ってるんだけど。 あの制服ピンクの制服持ってるんだけどバインとかで多分見たことある子はいると思うんだけどその制服が7だった気がするあの本当に入らなくてこ胸とかあと肩幅だったりとかがなのでちゃんとそれはネットじゃなくて竹下行って合わせて見てみた方がいいと思いますであとはどこ今着てるこういう。 あの洋服だったりとかは最近は痩せてからは、まあ、竹下を往復するようになってまあももだったりとかいろいろワンダーだったりとかいろんなところで買ってるんですけどこれはワンダーですねこのこれはワンダーでもこれゴム,ゴムでここキュッてなるようになってて、まあ、そうですねこんな感じこの袖も可愛いなと思って私どうしてもこう。 筋肉がね <laughs> すごいあるからなんかねすごいこういう袖すごい好きだなと思ってあの一目ぼれして買いましたで今日はえっとねちなみにね立ってしまうとですねえっと中にこれを履いてるんですけどこれはえっとスイマーで1500円ですねでこの上に重ね着してるのがえっと WC 原宿の WC で買ってきましたこれもピンクもあるんですけどそうですね基本的には今は白しか履いてない感じですねで今日はこの中のスイマーのピンクと重ね着してまあこんな感じで上着はちょっとね今日暑いからあれなんですけどはい上着重ねるとこんな感じだねまあ そうだねこんな感じです <laughs> あのこの輪着もこれはどこだかももかなももで買ったんですけどちょっとあのシンプルだったので自分でリボンくっつけちゃったんですけどはいということで今回のお洋服についてはですねまあ、こんな感じです原宿で全部買ってますなのでみんなとの遭遇率が原宿がめっちゃ高くて なので本当に原宿で多分あれアリスちゃんかなって思ったら多分それ私だと思うのでとりあえず声かけてみてくださいあの迷惑かけない程度にあの違う人だったらさすごい「はい誰やねん」ってなるからちょっとあの「アリスちゃん」みたいなこうちょっとなんか通り過ぎらへんに「アリス」って聞こえれば私ふんってなるからちょっとそこらへんであの全然話しかけてください。 はいということで原宿で買ってるよっていうお洋服のご紹介でしたまたあの多分リズリーサとかあのアクシーズとかも私買ってるのでそのお洋服もまあ紹介できたらいいなと思います t w i でした。バインスタイの番組の ID は横に書いてあります